はい、カレーですよのハピーです。毎度どうも。日々カレーカレーと言っております私です。好きなものは、基本的にカレーライスですね。カレーとご飯、合わさったものっていうのが、好きです。でもね、カレーはパンに合わせるという、スタイルもあるわけですよね。例えば本国ですけれど、インドだったらば皆さんがご存知こういうやつね、ナンと言いますけれど、ナンとか、チャパティというね、丸くてこれくらいで薄焼きの無発酵のパンとか、そういうものもあります。いろいろなものあるんですけれど、日本にははい、これがありますね。カレーパン、カレーパンです。その中でも、今日ご紹介するこれね、はい、これなんですけれど、元祖って書いてあるでしょう。元祖カレーパン。これは、下町、江東区森下にあるカトレアというパン屋さんのカレーパンです。カトレアのカレーパン、実はですね、名華堂、名前の名にね、花と書く名華堂というパン屋さんが僕の子供の頃にありました。で、そこでやっぱりね、カレーパン売ってたんだよ。僕はね、本当に子供の頃ね、小学校に上がるか上がらないかぐらいの頃は、カレーパンよりも甘食ですとか、チョココロネもね、買ってきたんだよ。これね、このね、モスラ状の、モスラの幼虫状のこれです。はい。こういうのも、好きで、ですね、カレーパンはね、子供の頃はそんなに好きじゃないというか、食べてたんだけど印象がなかったんですね。ただ、その、元祖と言われているカトレア、カトレアというパン屋さんの名前で紹介しましたけど、カトレアの元々の名前というのがメーカドーだったんですね。はい。で、そのメーカドー、森下に今はありますけれど、ですね、創業の地はどこだった？やっぱり森下が創業地だったのかな。ちょっと今はね、カトレアというパン屋さん森下にあるんですけれど、うちの実家の近所にもですね、お店何店か出してたんだよね、多分ね。だから昭和、40年代とかなんですけれど、1970年ぐらい前後、近所にあったメーカー堂でパンを買っては食べていました。はい。で、カレーパン、これがね、元祖とされているんですね。はい。カレーパンの元祖。諸説あるんですけれど、例えば新宿中村屋さんがやったという話もありますし、今でもね、新宿中村屋のカレーパンは名物として売ってますけれど、はい。ですね、このメーカー堂カトレアのカレーパンが、元祖とする話も、伝わっています。で、僕ね、もう、まあ、そういう歴史云々はいいんだけど、好きなんですよ。うまいんです、これ。不思議なカレーパンでね、本当に見た目はね、全然普通のいわゆるそのカレーパン、揚げパンね、揚げカレーパンなわけなんですけれど、これがね、揚げてあるんだけどね、あんまり脂っこくない。僕今年夏で弱い50歳になるわけなんですが、やっぱり、ね、脂のきついものね、だんだん辛くなってきたよね、体的に。ところがね、だからカレーパンも最近はね、揚げカレーパンはあまり食べてないんですけれど、このカトレア、メーカドーのカレーパンは大丈夫なんだ。これすごく不思議でね、なんでだろうなっていつも思ってるんですけど、で、中に入ってるカレーも、いわゆるその、割とクラシックなカレーライスの、日本のカレーライスのカレーというようなイメージのものが入っていて、食べるとホッとするような、味です。大好きなんですけどね。ちょっと食べてみましょうか。はい、こんな感じです。ほらね、黄色いよね。うん、懐かしい感じの色で、ちょっとね、ペタッとした感じなんですよ、カレーが。うん、じゃないとね、流れ落ちちゃいますから。これがね、うまいんだよね。では食べてみましょう。いただきます。いい匂いこれこのね、匂いですよ。うん、いただきます。うん、これ、うん、これ、うん、なんて言ったらいいのかな、これはね、カレーが入ってるカレーパンですけれど、カレーというかね、カレーあんが入ってる、あんですね。はい、いわゆるあんこのあん、漢字で書くね、まあ中華のニュアンスがありますけど、あんにこう近い、なんて言ったらいいんだろうな、
粘り気粘土、もうほとんど固形なんですよ。で、やんわり優しい味なんだよね。で、冷めてもね、脂っこく感じない上手な調整がされています。美味しいです。うん、これうまい。これが好き。うん、これいいよ。うんうんうん、ダメだ、止まんなくなった。止まんないよ。うん、諸説あるといったその歴史なんですけれど、ちゃんとね、カレーパン実用、新案登録というのがされていまして、それがね、このメーカー堂の、2代目の、店主が1927年に、実用新案登録してるんですね。はい。ですから、もともとそれよりも古くに、開発されてるわけで、この歴史はなかなかやっぱりその覆しがたいものなんじゃないかなと思います。はい。最初はね、洋食パンっていう名前だったらしいんだよね。うん、それがカレーパンにいつからかなりまして、この形になったということで、元祖とか本家とかいろんな話ありますけれど、そういうことは抜きにしてね、美味しいです。大好きです。で、地元のパンですし、僕はすごく、これはね、推してるんですよ。今日紹介したのは、これですね。はい。メーカー堂、今の名前はカトレヤという名前。都営新宿線森下駅にあるパン屋さん、カトレヤのカレーパンでした。これはね、一度食べとくといいと思う。美味しい。東京土産とかにもいいんじゃないって思います。ただいろんなとこでいろいろ売ってるものではなくって、パン屋さんに行かないと買えないので、ぜひ行ってみてください。ということで、カレーですよのハピーでした。じゃあね、バイバイ。